接研究したいと思って、はい、まあ、大学来たいと思ったんですけど、うんうん、まあ、なんといってもパンチパーマの偏差値37だったんで、必死で勉強して、まあ、最後ね、東京大学大学院とか、まあ、アメリカ、アドラーの大学は行きましたけどね。はい。それはかなりあれですよね、人一倍以上に努力して東京大学に入られたんですよね。実はですね、はい、努力はしてなくって。え、そうなんですか。はい。私がいつもね、お伝えしてるのは、自分の軸、自分軸。はい。これね、背骨のように誰もが持っていて気づかないんだけど、この自分軸を見つけると、はい。もうなんか、やりたくてたまらない状態になるんですよね。自分軸？はい、自分の軸。あー、はい。これ、ちょうど私が5、6年ぐらいには初めてね、自分の軸っていうことで自分軸って言い始めたんですけど、はい、大きく2つあって、はい、5年、10年、20年後にこんなことしたいみたいな、いわゆる目標とかビジョンが軸になる人と、はい、実はなんと9万人私関わってきて、それはたったの2割で、はい、残りの8割は、はい、私価値観型って言って、はい、5年10年はおろか1年後の目標すらないけど、うん、日々の生活で自分にとって大事な価値観を満たしていることで成功してる人もいて、はい、まあ、こういう方は価値観型って言うんですけど、はい、まあ、このビジョンでも価値観でもどっちでもいいので、はい、自分の指針になるものを見つけたら、もう内側からムクムクとこうやってやるっていうパワーが溢れてくるんですよね。はい、平本さんのその価値観とかビジョンっていうのはどんなものがあったんですか？まあ、ちっちゃい頃から、まあ、小学校ぐらいから、まあ、人はこう、なんで戦争するんやろうとか、はい。こう、なんでこう、金持ちがいたり、貧乏人がいたり、こう、人を馬鹿にする人がいたり、助ける人がいたり、うん、優しい人がいたり、けなす人がいたり、はい。こう、なんでこう、みんな争ったり不幸なんやろうって、こう、疑問に思ってたんですよね。はい。で、ちっちゃい頃は、なんか、どうしたら、こう、どんな人も科学的で体系的で幸せになる、そんな技術はないだろうかって、こう、探求してたんですよ。はい。で、大学行って、カウンセリング学んだら、はい、こう、辛い人とか病んだ人が楽になる方法あるんだけど、はい、じゃあ、普通の人が、うわぁ、これやりたいって自分軸見つけて、うんうん、こう幸せになる方法ってないのかなと思って、ずっとないないっていう中、まあ世界中探し回って、はい、アドラー心理学に出会って、はい、でアドラーの大学院でアメリカに行ったら、はい、アメリカでコーチングとの出会って、はい、これだと。うんうん、これが、その人がやりたいことを自分軸引き出して実現させる、そんな技術があるんだっていうのを、もう、飛びついて、ちょうどね、18年前。まあ、アメリカに行ったのは1997年から2001年ですけど、はい、うん、まあ、向こうで、ね、お金途中でなくなって寿司屋でバイトして、全財産バイトで稼ぎながら、2001年ニューヨークテロの2週間後、帰国した頃は、はい、うん、住所不定無職から始めたんですけど。すごい。はい。はい。まあ、うん、このね、コーチングの技術さえあれば、はい、もう世界は変えられるっていう、そんな思いで18年前、うん、入ってきたんですよね。その18年前だと、コーチングっていうのがまだ普及されてなくて、新しい技術で割ったんじゃないですか？はい、そうですね。その時、まあ、コーチングというものを日本に広めた、うちのまあ一人として私はおかげさまで、見ていただいてる方もいらっしゃってて、はい、まあ、誰も知らない状況ですよね。うんうんうん、それこそ異業種交流会とかいろんなところもね、アメリカから帰国した時はもうホームレスで住所不定無職で、友人の家で寝袋生活してたぐらい貧乏だったんですけど、はい、もうとにかく異業種交流会行くたんびに、今どんなことされてるんですか、やっててよかった時は本当はどうなったらいいですか、じゃあ何できそうですかとか、はい、いや、うまくいってないんですよって言ったら、ああ、具体的にどんなのうまくいってないんですか、なるほどね、じゃあそれ本当はどうなったらいいですかね、うん、じゃあそこに向けて何できますかみたいに、はい、もう手当たり次第、目に入る人、次から次、5人、10人、20人のように、はい、
手当たり次第コーチングしていったら、はい、どんどん自分も受けたいとか、まあ、おかげで売り上げ上がりましたとか、うん、もう本当にお客さんいっぱいつきましたとか、はい、もうスタッフとの関係が良くなりましたってどんどん言ってくださって、うんうん、まあ、それでもね、もっと日本を元気にしたいって思いで、はい、オリンピック選手サポートして、うん、金メダルサポートしたりメジャーリーガーだったとか、まあ、はい、また、世界チャンピオン創出したり、あとね、700万部のベストセラー作家さんとか、はい、まあ、そういった方々もコーチングさせていただいて、まあ、そんな経緯があるんですよね。あ、平本さん、やはりメンタルっていうものはその努力して、そのなんかこう技能とかを身につけるよりも大切なものではあったりするんですか？あ、よく言われるのが、本当に成功している人って、はい、メンタルが8割とかメンタルが9割5分っていう人もいるんですよね。はい、どんだけスキルがあっても、例えば今コロナの状況でむちゃくちゃ頭がいいとか、むちゃくちゃ技術があるとか、むちゃくちゃ、ね、技術あるんだけど、はい、いや俺もう無理だな、ダメだな、こんな状況だからとか、うんうん、未来どうなっちゃうんだろう、不安だとか、はい、こんな風に思っちゃうとどうですかね、どんだけ技術があっても。いや、そしたらその技術も多分衰えるし、自分のメンタルからやられていくと思いますね。そうなんですよね、うん、私、YouTube もいっぱい大量にね、出してるんで、よかったらね、平本明夫で YouTube 検索してほしいんですけど、はい、最近ね、大島圭介というね、まあ、彼もメンタルトレーナーやってる、はい、彼とのコラボ動画撮ったんですけど、はい、そこでお話してるのは、もう本当、原始時代。原始時代、はい。はい、どんな人がリーダーかといった、原始時代ってこうどうですかね、こうマンモスとか虎とかいろいろ来そうじゃないですか。来そうですね。なんか力強い人がこうリーダーになりそうな気はしますね。はい、ですよね、うんうん。力強い人がリーダーになりそうなんだけど、実は違うんですよ。え、違うんですか？はい。そうなんですよ。マンモスとか虎来て、力強いんだけど、ビクビクおどおどして一目散に逃げ去る人どう思います？リーダーと思いますか？いや、全然思わないですね。そうなんですよ、うん、実は危機的状況で落ち着いてられる人が一番のリーダーなんですよね。なるほどですね。なんかね、マンモス来ても、うん、みんなどうしようどうしようって慌てたら、ちょっと待って落ち着こう、ちょっとどうするか考えようとか、はい、台風嵐が来てても何が起こってたとしても、よし、まず落ち着いてどうしようか、一番危機的状況で冷静でいれる人が一番パワフルなんですよね。それって今に当てはまりますよね、この状況。そうなんですよ、うん、まさに今この状況を、何はなくともゆったりと落ち着いて、はい、さあまず全体見て考えようかっていう経営者の人と、うんうん、どうしようどうしよう、うち売り上げが下がってやばい、もううちは9割マイナスでどうしようどうしようって言ってる経営者の人、はい、社員だったらどっちについていこうと思います？やっぱりゆったり構えてる方ですね、動揺せずに。そうなんですよ、うんうん、それがメンタルなんですよ、一言で言うと。うわ、なるほどですね。はい。あ、すいません、ここで平本さん、また後半にそのコロナのあり方っていうものを聞いていきたいんですが、ここで曲に行きますので、はいはい、ああ、わかりました。はい、それでは私の曲なんですが、うん、ヘッツプロット空ドッグワイでサグライフという曲作ったので、はい、はい、皆様に聞いていただこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。派手に言ったら後悔しねえ、途中で投げねえ腐るまで、あの日は確か遊びに夢中で野蛮か、記憶はまさに薄れて進化、どうかには気をつけな、個性で溢れた街からハイエナみたいに抜き出た、足かせ外したドーベルマンじゃなきゃ生き抜けなかった、チンピラ長いと戯れたり、狂気に薬にハマり、現実から逃げたら底辺のたまり場、マンション一室スモークで掲げた、ただドーパミンがほとばしった、酒に溺れて毒づいて、やることマネーに換算してコタクを並べて走らせ、当てとなく続くサグライフ、派手に行ったら後悔しねえ、途中で投げねえ腐るまで、
牢獄でも完成しなけりゃ地獄はまだまだ未練たらたら話すぜここから。現実は確か常識から外れたサバンナみたいなとこだった。空気を噛みしめて投げ倒す己送るメッセージは奈良の果て。優しさを裏切って感じた真っ黒い感情は集大さらす問題児さ。女を買って欲望を満たして見せつけるスキルは定常のありさまさ。狂気に咲いたバラの香りが濃厚な薬と融合したら色彩豊か興奮あまりお店に恐喝かけたら仲間に精神狂った夜は蜜の味警察の検問に引っかかる夜は仲間とドリップの最中さ。路頭に迷う思春期路上に舞う悲しみに安静の捧げる思い走馬灯続くドラマのご当地ここから徐々に見えない景色悔しかったら暗夜しな暗黒界に戻る気はねえが己が見つけた宝のありか探したかったら遊びなくだらねえビーフ吐くなら最低だろうがマザファッカー。藤井陽平の志が立つ話。はい、皆さん自分の曲聴いていただきましたが、一応この曲なんですがリリック自体は自分の実体験ちょっと書いていました。それで後半戦なんですがまた平本さんにコロナっていうところで聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、もちろんね、私はコロナ自身の専門家ではないので、はい、メンタル面でどうやっていればいいかの話できればと思うんですけど。あ、なるほど、メンタルで、はい、はい、そもそも私は、1995年1月17日阪神淡路大震災でうちの両親亡くしてるんですよね、父も母も。あ、そうなんですか。はい、はい、で本当にたくさん全国各地から、まあ、世界中からいろいろ助けていただいたんで、はい、実は2011年3月11日東日本大震災の時は、はい、もう即刻仲間集めて、はい、岩手の大船渡から始まって、はい、今宮城県の石巻とか、はい、島県の南相馬ともう海岸沿いをずっとバンで移動しながら、はい、まあコーチングとまでいかなくてもお話聞けたらいいかなと、まあ、最後はね防護服着て南相馬の、まさにこの放射能が、かなり高いところまで行って、はい、まあ、遠距離訪問させてお手伝いさせていただいたんですけど、はい、まあ、そういう経験も踏まえてあえて何が違うのを話するとまず3つ違うんですよね。3つ、はい、まず1つはやっぱり地震とか津波とか台風と違って目に見えないですよね、はい、見えないですよ、はい、ここが倒壊してますとかしてませんとか、うん、津波がここまで来てるとか、はい、まず見えない、うんうん、あと2つ目は局所的じゃないんですよね、うんうん、今回東日本だけとか大阪地域だけとか神戸だけとか、はい、もう全国全世界ですよね、うんうんうん、しかもまあ、これ波が引いたら何週間かしたら波が引くからとか、はい、まあ、建物を全部ね取り壊して新しく建てれば OK みたいなわけにいかないんですよねこれ、うんうんうん、だから漫然と24時間なんとなく不安なんとなく緊張感、はい、こうなんか外出てちょっと人と喋っただけでもなんか誰か隣に席する人がいるだけでちょっとドキッとしちゃったりとかしません？うんうん、いやしますね、はい、でなんかその人悪いわけじゃないのになんかちょっとこううわーって思っちゃう、はい、なんか人間不信に陥りそうですよね、うん、陥ります本当にこんな風にこう外出ていくのがもうすでに不信人と会うのがなんとなく不信、はい、しかもじゃあ2週間だけ我慢すればとか1ヶ月自粛すればなんとかなりますっては、ね、言えないんですよ。はい、
これね、今ね、放送は5月6日ですけど、収録4月20日、ね、うん、流れてる頃は、はい、自粛、ひょっとしたら終了してるかもしれないけど、はい、ずっと続いてるかもしれない、うんうん、でどっちにしてもハイピタッと感染ゼロには絶対ならないですよね。ならないですよ、はい、減ることは、うん、ワクチンできるまで 1、2年、はい、つまり長期戦なんですよ、うんうん、だからこんな時はすごくメンタルが大事なんです。そら津波だったらすぐ逃げなきゃダメ、腕力が必要だったり技術が必要だったりしますよね、はい、でも漫然とずっと周りが不安、漫然と未来が心配、うんうん、仕事が心配、未来が心配、はい、だからメンタルがすごい大事、うん、ストレスも課題にかかっちゃいますもんね。そうなんですよ、うん、でその時大事にしておきたいのは、はい、2つ、心に関して2つ、はい、まず、はい、落ち着くことですよね。落ち着くこと、はい、うんうん、だいたいこういう事態って心理的に言うとリスキーシフト、セーフティーシフトってい う、 こう両極端に行くんですけど、はい、リスキーシフトってこうリスクのリスクのシフトなんですけど、はい、どうしようどうしようってどん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 こうネガティブに、ネガティブにこう暗い方に考えちゃうのをリスキーシフトって言うんですね。リスキーシフト、はい、はい、どうしようどうしよう、もうこれもダメ、あそこの家もダメ、この、飲食店もダメだからもう終わっちゃうんじゃないかみたいな感じ、うんうんうん、これは避けたいんですよ、はい、だからといって一方大丈夫だよ、そんな死にゃい、そんな死んでる人多くないしさ、平気平気外出ちゃってって、うん、逆に楽天的になりすぎるのをセーフティーシフトって言って、はい、過剰に楽天的になりすぎるのも危険なんですね。そちらも危ないですね。危ないんですよね、うん、いやもう私みたいになっちゃって、はい、また拡大しちゃうんで、うん、どっちの極端にもいかない落ち着くこと、はい、これが一つ、うん、でセーフティーシフトとは別に落ち着くこと、家で自粛するっていうことはなんか暗く過ごせって話じゃないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だから落ち着くことと同時に楽しく過ごしてほしいんです。あ、楽しくか、はい、そうなんですよ、もうズバリ言うと、うん、笑う時間を増やしてくださいってことです。笑う時間、はい、はい、うんうん、これね、じゃあちょっと藤井さん意味不明でいいので一回ちょっと大きく伸びをしていただいて、あ、体を右にくるっとねじ曲げて、もっと後ろ見えるまで、見えるまで、左にもねじ曲げて、はい、スケートのイナバウアーの背中をぐーっと伸ばして頭を後ろの床につくぐらい、はい、で前でちょっと体ブルブル震えながら、ブルブルシェイクしながら、はい、ちょっと 2、3 回手拍子立てながら笑ってください、はいっていう感じで、結構おかしいのはそのそれで笑うっていうシチュエーションはおかしいんですけど、はい、笑うことは実は免疫力高めてくれるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うんうん、このコロナに対して、まあ、今できるのはメンタルと免疫力で、免疫力ではもちろん栄養を取るとか睡眠取るとか休むとか、はい、家族といい関係持つとか、うんうん、もちろん大事なんですけど、はい、この笑うこと、だからこの期間家族といっぱい笑ったり面白い動画見たりお笑い見たりして、はい、とにかく笑う、うんうん、落ち着くのと笑う、これぜひねメンタルで大事、はい、落ち着くのと笑うの。あ、ただあれじゃないですか、平本さん思ったんですけど、こういう自粛規制かかったおかげで、はい、その家族の絆って深まるってことももしかしたらあったりするんですかね。ですよね、だってずっとね、うん、なかなかいない人がまさにこの期間家族との絆深めてほしいし、はい、特にインターネットでね、ズームとかオンラインテレワークなんかで、はい、職場の人と話すからこそ、うん、ありがたみとか雑談の重要性ぜひね、かみしめてほしいし、はい、こんな時こそあ、コミュニケーション大事だなとか、うん、人とのつながり大事だなとか、はい、ぜひ思い知って感謝するしてもいいかもしれないですね。そうですよね、だって自分自身もこうやって平本さんに励まされてるということにちょっと感謝って思いますしね、うん、はい、うんうん、そして今まさにおっしゃったように、はい、アドラーが言ったのは、はい、幸せは3つの要件満たしてるとき幸せ、3つの要件、1つは、はいはい、1つは自分が好き、
うん、自己肯定ですか。はい、自己需要ですね。自己需要。2つ目は他者信頼、周りの人が好き。はい。3つ目は貢献感、役に立ててるか。へー。だからこそこんな時こそ周りの人をどう助けてあげられるかなって発想をぜひしてほしいんですよね。あ、それが自分の喜びに変わるんですね。そうなんですよ。なんかできることない、例えば飲食業で大変な人がいたら、なんかできることない、アイデア出してあげてもいいし、手伝ってあげてもいいし、はい、ちょっとなんか運んであげてもいいし、うんうん、何か話聞くだけでもいいので、はい、誰かの役に立つちっちゃいことでいいので、うんうん、その日ちょっとできる、そんなことしてあげるとぜひね、自分の気分も楽しくなって余裕が出て明るくなるんじゃないかと思うんですよね。へえ、じゃあ聞いてる方はぜひ人の役に立つこととか、はい、そういったのを探してこう自己需要を高めていただきたいっていうのありますね。そうなんですよ。私もこの期間入ってから Facebook ね、平本明で Facebook ね、ぜひ検索してほしいんですけど、はい、もうずっと前からですけど毎朝元気作る動画を出してますし、はい、もうそれ見ただけで元気になりましたとか勇気もらいましたっていう人がいて、はい、それを見てまたさらにその人が別の人を元気づけようと思いましたって言ってくださる方がいるんで、はい、よかったらねぜひ私の Facebook 見ていただいたり、はい、あと YouTube もね平本明夫で検索していただいたり、はい、あとね LINE アットとかもやってますんで、もし興味あったらね、はい、ぜひ見ていただいて、私もこう毎日みんなを勇気づける発信してますんで、はい、これ見て感化された人はぜひ他の人も勇気づけていただけたらと思いますね。素晴らしいですね。 うん、あと平本さん、こちらの番組が志が立つ話っていうところで、はい、あとあの最後にあの志平本さんの聞いてもよろしいですか。はい、もう私はとにかくこの命がある限りできるだけたくさんの人が、はい、うわー自分に可能性があるんだとか、自分はこんなことやりたかった、もう自分軸見つけて、はい、じゃあやってみよう、それがもう5歳の男の子でも10歳だろうが、はい、20歳だろうが30歳40歳だろうが80歳100歳でも、はい、いやー自分のやりたいのこれだ、自分軸見つけて、はい、チャレンジ、もうそれがもう少なくとも100万人に直接関わってやれたらいいし、はい、まあオンラインだったら1000万人ぐらいは、100歳ぐらいまで私それやり続けるつもりでいますんで、あ、それが私の志ですね。へえ、本当になんか指導者みたいですよね、平本さん。あ、ありがとうございます。うん、なんか導いてくれる人みたいな形、なんか感じはしますね。ありがとうございます。うん、なんか今後も本当に頑張っていただきたいです。はい、それではあの平本さん、はい、はい、ぜひこれ聞いた方もね、もしちょっとでも元気もらったら、本当身近な人ちょっとずつでも元気にしてあげたらと思いますね。あ、なるほどですね。あ、はい、あとちょっと時間余ってるみたいなので、今やってる活動とかっていうものも平本さんちょっと教えていただいてよろしいですか。あ、そうですね、今はですね、現場遠隔リーダー養成コースといって、はい、まあ、コミュニケーションを通して、まさに自分自身、自分がまあ経営者、管理職、マネージャーの人が、はい、まずどんなチーム、組織にしたいのか、コーチングを受けたり、やったりしながら明確にして、はい、チームメンバーと一緒に理想のチームを作って、一人一人の社員や部下メンバーがハッピーで、しかも売り上げも最高潮に上げられるような、まあ、そんな組織作りのリーダーシップのセミナーとかやってますし、カウンセリングセミナーでね、はい、他の人を助けるみたいな、そういうセミナーもやってますんで、これね、はい、オンラインで今出れますんで、ぜひよかったらね、出ていただければと思います。はい。こちら受けたい方は、どのように、その、申し込みっていうか、アクセスしたらよろしいんですか。あ、そうですね。平本式で検索していただいたら、私の会社のホームページ出てきますし、はい。まあ、もしよかったらね、平本明夫で、Facebook、で、フォローしていただくか、はい、YouTube チャンネルね登録していただけたら、まあ、そういった情報をまたお送りしますんで、ぜひよかったらね見てください。はい、それでは聞いてるリスナーの方は平本明夫で Facebook やそのあとは YouTube、 あ、 YouTube、 あ、すいません、 YouTube で検索していただければと思います。はい、はい、それでは本日この番組に感想だったりご意見ある方は story@fm-t.net story@fm-t.net こちらまで平本明夫さんかまたは藤井陽平まで何かご感想などあればよろしくお願いいたします。それでは本日は平本明夫さん
あ、ご出演いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。元気づけられました。いや、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、なら別にいい、消せないの熱意、黙らせるテクニック、不安は俺に付きまとう、抜け出せる洞窟、俺がかけた音の上、折れない心だぜ、人生の工程、やり方は知らねえ、だけども線は切らねえ。 Time goes, life goes, 過去捨て、今を超え未来に向けた、掲げろ言霊、 Time goes, life goes, 羽ばたくための助走、仲間との競争、希望を見つけた今日も、 Time goes, life goes, ストリートから社会へ、俺は釈迦じゃねえ、釈迦はいらねえマイクだけ、 Time goes, life goes, 華やかな人並み、鮮やかな街並み、この街で笑いたい。この頃も子供のよう踊りダンス、残りガサ愛し、それすらも愛そう、人生最初で最後解決、こいつは問い一、答えはありそうだな、そこの吐息に触れ合って唇、これは自分自身好きに言う、手を取って振り切る、 Time goes, life goes, 過去捨て、今を超え未来に。